青い祭り、青い祭り、青い祭り、正式には、鴨祭は、京都市の鴨モ祖神社、下鴨神社と鴨明アケイの神社、上鴨神社で、5月15日、陰歴4月の中の鳥の日に行われる礼祭。岩清水、八幡古の南祭りに対し北祭りとも言う。平安時代、祭りといえば、鴨祭りのことを指した。岩清水祭り、 春日祭と共に三直祭の一つであり、庶民の祭りである気温祭りに対して、鴨モノ市と朝廷の行事として行っていたのを貴族たちが見物に訪れる貴族の祭りとなった。京都市の観光資源としては、京都三大祭りの一つ。平安時代以来、国家的な行事として行われてきた歴史があり、日本の祭りの中でも、数少ない王朝風俗の伝統が残されている。 葵の花を飾った平安後期の小族での行列が有名。西用台が主役と思われがちだが、祭りの主役は直子台である。源氏物語中、光源氏が直子を務める場面が印象的である。大気の不安定な時期に行われ、にわか雨に濡れることが多い。1995年、平成7年は、雨天で戦後初の中止になった。祭りは、 鴨の御祖神社と鴨分けイカズの神社の霊祭で、古くは鴨祭り、または北の祭りとも称し、平安中期の貴族の間では、単に祭りといえば、葵祭りのことを指していた。鴨祭りが葵祭りと呼ばれるようになったのは、江戸時代の1694年、元禄7に祭りが再行されて後、当日の代理神殿ののミスをはじめ、儀社、御書者、直司、 具武者の遺憾、牛馬に至るまで、すべて葵の葉で飾るようになって、この名があるとされる。もともと古代より、鴨神社の神門として使っていた、双葉葵がさらなる由来である。著名な徳川家の三つ葉葵の原型とも言われ、徳川家康の先祖である、松平の部が、鴨阿村を称していくことや、松平氏の出身地が、三河鴨郡、松平号でもあることから、 三つ葉葵も葵祭りで有名な京都の鴨神社との関連の深いと述べる研究者もいる。実際に徳川家も葵祭りを重視しており、徳川家持は孔明天皇に付き従って、共に1863年に葵祭りに参列している。祭りの起源と円卓は、金明天皇の567年、国内は、 風雨が激しく五国が実らなかったので、当時カモの大神の数形者であった、イキチの若彦に占わせたところ、カモノの神々のたたりであるというので、若彦は勅命を仰せつかって、4月の吉日に祭礼を行い、馬には鈴をかけ、人はイノシシと、獅子頭をかぶって、かける刑、かけ比べをしたところ、風雨は収まり、五国は豊かに実って、国民も安泰になったという。 八百十九年、公認十二は、朝廷の律令制度として、最も重要な高齢祭祀、中期に順じて行うという国家的行事になった。源氏物語にも、葵祭りの最王列を見物しようと、光源氏の妻、葵の上と六条宮ころが、車争いを演じた場面が登場する。それから十年以上経ち、光源氏と紫の上が、 佐じき席から祭り見物する場面がある。ちなみに、紫の上は幼い頃、光源氏が直死の役目を終えて、休暇を迎えた際に、銀社の中で祭りを一緒に見物していた。様々な前、ただし、5月3日、やぶサメ神事、5月12日、おかげ祭り、追われ神事が行われるが、中でもやぶサメ神事が有名である。 ただすの森の真ん中にある全長を五百メートルの馬場を、武風の装束姿や武家風の仮装束姿の伊手たちが失踪する馬場から三つの的を射抜くというものである。ヤフクシャバ、ヤブサメとも書かれるヤブサメは、その文字が示すように矢を射ること、馬を走らせながら正確に的を射抜く高度な技術が必要とされるため人気の行事の一つである。 有力天皇の即位の年、457年、帝社、馬弓を行ったと、日本書紀が伝え、鴨祭りに民衆を集めて、記者を金図の記事が、俗に本気に記されるなど、古い歴史を持つ日本古来の馬術とされる。伊ての掛け声、陰、用とは、音量のこと。見事矢が的中すれば五国は実り、諸願は成時すると言い伝えられている。文紀二年。 1502年に中絶したが、昭和48年、1973年、下鴨神社式年仙宮の記念行事として復活。ただしの森やぶさめ神事保存会によって、公家装束によるやぶさめが保存、伝承されている。また、上鴨神社では、競馬会神事、比べ馬え神事などが取り行われる。青い祭りは、の儀、の儀、 社頭の儀の三つからなるが、内宮中の儀は現在では行われていない。五月十五日、のりじを先頭に、ケビー氏、山城氏、内蔵領氏政、馬塚佐氏、武人、小野氏、直子代、倍重、内蔵氏からなる牙の文官、武官を中心とする、本列、直子列と、採用代、公実をはじめとする、四人列。これら平安時代の衣装を身にまとった人々が、 牛車と共に、京都御所から下鴨神社を経て、上鴨神社まで約8キロメートルの道のりを行列する路頭の儀、行われる。下鴨神社と上鴨神社においては、実際の直視である、商店職の商店が祭門を創造する社頭の儀が、取り行われる。有料配管席の受付は、と、管轄が異なる。採用、採用とは、 鴨神社に、三枝代として使えるために、皇室から差し出された、内親王、女王のこと。1956年、昭和31年に採用にちなみ、採用代と、女人列が創設された。京都ゆかりの一般女性から選ばれ、採用の代理ということで、採用代となる。唐木沼装束を着用、白塗りの化粧をし、お歯黒もつける。 毎年5月4日には、西洋大禊の儀が行われる。西洋大と女人たちが、みたらし池に手を浸し清める儀式で、下鴨神社と上鴨神社両社で各年交代で行われる。なお西洋大は、一般公募あるいはオーディション等で選ばれていない。数千万円と言われる費用を負担できることが、条件となっているため、京都ゆかりの寺社、文化人、 実業家などの霊場、主に二重が推薦等で選ばれている。莫大な負担ができる家の霊場に事実上限られるため一部の資産家に役割が集中し、母も採用代であったという例は数多く、姉妹揃って採用代や祖母、母、本人と三代続けて採用代であるという例もある。1956年の初代採用代は、 現在、疫学、あやの、なで占い師をしている女性が選ばれた。九百九十四年、平成六年には、加藤、池の坊家元の池の坊千0の次女、池の坊美香。二千五年、平成十七年には、京都市のゲームソフト開発会社、当世社長の長女。二千六年、平成十八年には、西国三十三章十五番札所今熊野観音寺住職の三女。 2008年、平成20年には、老舗料邸、菊の池営の村田義博の長女。2009年、平成21年には、裏、千家の千宗室家元の長女で、三笠宮隆人新王の孫。2010年、平成22年には、六原三次住職の長。2017年、平成29年には、学校法人教都文教学園理事長の孫が、選ばれている。 1995年、平成7年は、雨天で中止になったため、翌年も、同じ女性が選ばれた。2002年、平成14年には、京都市出身で、東京在住の女子大学生が選ばれ、京都府外在住者では、初の採用代となった。平成以降の採用代は、青い祭りの主役、採用代、京都新聞を参照。 採用台を中心としてその周囲に、蔵人書売住、妙部、女住、道女、木女、ないし、女べ等、う、ねめらの華やかで可憐な行列が続く。全員が化粧を施すものの、採用台以外は、お歯黒をつけない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。